フォートバイトナンバー16、砂漠にあるソファーが多すぎる家で見つかる、やっていきます。はい、砂漠のパラダイスファームズの南の方にある、この特に名前もついてない宝箱がね、いっぱいある町です。ここにあります。見たらもうすぐわかると思うんだけど、おかしいでしょ。屋上にソファーが2つあったり、あのね、家の外にソファーがあったり、窓にソファーがついてたり、ソファーだらけの家ですね。もう文字通りソファーだらけの家。ここに入ります。そうすると、ここにね、オートバイト、ナンバー16、砂漠にあるソファーが多すぎる家で見つかる、ここでーす。はい、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こうやってね、毎日、フォートバイトの情報を、逐一、日本最速もしくは2番目3番目ぐらいまでには頑張ってアップしていますので、よろしくお願いします。